殺せ殺せ殺せ魔女を焼き殺せ。
こいつらも見飽きたぜ。ガッツ、ガッツ生きてたの？一体どこでどうして？すまねえリッケルト、その前にあいつはキャスカは無事か？キャスカはいないんだ。どういうことだ、どういうことだリッケルト。なぜだ、いつから、一体どこへ？エリカが悪いの、エリカのせいなの。一月ほど前のことだよ。長い行動暮らしでキャスカはかなり参ってて、それを見かねてエリカが外に連れ出して。気がつくとお姉ちゃんいなくなってたの。日が暮れるまで私探したんだけど見つからなくて。だがリッケルト、お前はここで何やってたんだ？キャスカがどんなだかはよく分かってんだろう。なのにどうしてお前はここにいる？どうして探しに行かねえんだ。カツのバカ、バカバカバカ。何さ、自分のこと棚にあげてお姉ちゃんをほっぽっといて。自分は2年間も勝手にどこかに行ってたくせに、リッケルトの気持ちも知らないで。リッケルト探しに行ったもん。この一月に何度も何度もそのまま探しに行っちゃうこともできたんだもん。だけどリッケルト帰ってきてくれた、ここに帰ってきてくれたんだ。これからしんみり大往生決め込もうって時に騒がしいバカが帰ってきやがったぜ。まあ死に目に会えたんだ。神様の粋な計らいってやつだな。だらうだうだ聞くのも億劫だ。剣と義手を見してみ。刃こぼれ、血錆、歪み、10年使い込んだってこうはなんねえ。化け物とやり合ってんだからまともじゃねえよな。だがな、そのわけが仇討ちにしろ復讐にしろ、おめえ逃げてやしねえか、戦に憎しみに。よ、何？まあ聞け、死に際のじじいの繰り言だ。おめえの心にゃでっけえ刃こぼれが、恐怖って名の亀裂が走ってやがる。わからねえよ、あんたにはわからねえよ。誰にも、人間にはあれはわかりっこねえ。死んだ、一人残らず、何の脈絡もなく、唐突に、理不尽に、虫けらのように、何もわからないまま。みんな若かった。生きてりゃなんかやれたはずだ。なのに一瞬で、俺にとってはかけがえのない。そのかけがえのないものをおっぽり出して、お前は一人で行ったんだ。最後に残ったかけがえのないものの傍らにいて、一緒に悲しみに身を浸すことに耐えられずに、お前は一人、自分の憎悪で身を焼くことに逃げ込んだ。違うか？おめえにリッケルトを責める資格はあるのか？仲間の仇討ちを口にする資格はあるのか？肝心な時になるとおめえは一人を選んじまう。戦に頼んじまう。おめえは一本の抜き身の戦場刀だ。無数の刃こぼれと血でぬめり錆びかけの致命的な亀裂の入っちまった折れかけた剣だ。
ご精が出ますな。いや寝てたんじゃないの。いやそうなんだけどね、なんか手伝ってやろうか。こう見えても器用なんだ俺。いやいいよ。だけどパック、君にはほんと感謝してるんだ。五道の親方が倒れて、そしてキャスカがいなくなってから、エリカは一度も笑ってないんだ。それがあんなにはしゃいで。いやそんなことないって。まあガキンチョに遊ばれるのは得意なんだけどね。それにガッツのことも。ガッツがここを飛び出していった時、俺どうしようもなく悪い予感がしたんだ。ガッツに生きて会えるのか。もちろんそれもあったけど、ガッツがもう俺の知ってるガッツじゃなくなってしまうんじゃないかって。でもガッツは戻ってきた。血相変えてキャスカのことを心配して。やっぱりガッツはガッツのままさ。それはパックのおかげであるところも少なくないと思うんだ。きっと君が一緒にいるってことは、まだガッツは笑えるってことだからね。てぃ、なんか照れちゃうぞ。あんましマジ顔で言われっと。靴屋の小人ならぬ鍛冶屋の小人か。あいつめくるたびにおかしなものを連れてきやがる。親方、無茶だよ。やめて。それなら俺が。だっとり。リッケルト、エリカを頼んだぜ。あれはな、俺の本当の娘じゃねえ。あれは戦で家族を亡くした戦災孤児だ。泣いとるのを見ちまったもんで、気まぐれで育てちまったわけよ。柄にもなく。生まれてこの方、鉄のことしか知らねえ俺を、随分とまあ人間らしくしてくれたよ。けどな、やっぱり死ぬときは一人、前のめりっていうのがいい。いい剣ってのは、たとえ錆びついて生蔵になっても、その芯には決して錆びつかないいい鉄を残すもんだ。その鉄こそ最高の鉄。たとえ亀裂が入ろうが、火に入れりゃ必ず蘇る。あのバカに言っとけ、俺みたいになるなってな。五道、あんたいい鍛冶屋だ。帰ってきたらまた頼むぜ。抜かせベロイ。